なです。さて本日はですね、私が今着ているこちらのジンユのロングチュニックを使って着回しコーデを組んでみたいと思うので、よかったら最後まで見ていってください。それではレッツランチュニック。はい、ということですね、今回はこのね、ジンユでこの間買ったチュニックの着回しコーデをご紹介したいなって思うんですけど、いつもやったら普通にこうコーデをポン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 って紹介していくって感じでやってたんですけど、今日はちょっと初めてこう私がね、喋りながらどんどん着ていきながらやっていきたいなって思っております。まず1コーデ目はこんな感じです。もうシンプルにね、このチュニックワンピースを着てみました。下は GU のこうね、私のお気に入りのデニムです。こんな感じ、これをね下に羽織って着ております。このチュニック自体めっちゃ透けるから、下にね絶対まあパンツなりレギンスなり履かないといけないので、まあ私はねちょっとデニムで合わせたいなと思って着てみました。こんな感じね。で靴はバンズの白で合わせております。こう白白やから割とこうなんやろ、爽やかお姉さんっていう感じのシンプルコーデでございます。じゃあこのシンプルコーデからね、どんどんいろいろ着回していきたいんですけど、じゃあねまずこのゆるっとしたコーデから少しちょっとメリハリのあるコーデにしたいと思います。まず一つ目のアイテムはこちらです。ベルトですね。まあこれもね王道で無難かなとは思うんですけど、ポイントとしてはこういう色物のベルトを使ってあげることをおすすめします。はい、こんな感じでございます。どうでしょう、さっきよりはちょっとスタイルがよく見えるのではないかと思います。やっぱりねこのウエストラインに何かこうベルトとかスカーフとかを巻いてあげるだけで全然ねスタイルの良さの見え方が違うのでおすすめです。でね、この色物を使ってあげることによってちょっとコーデが映えるので、まあこんな感じでベルトコーデです。じゃあまあ私みたいにねこうあんまり二の腕を本当は出したくないよっていう方の着方をご紹介します。使うアイテムはこちらです。もう私が大好きな解禁シャツでございます。これはねレトロガールの解禁シャツなんですけど、これをですねまあ羽織るじゃないですか。まあこうやって羽織ってあげてもいいんですけど、これだとなんかちょっとなんていうんやろ、これもロングやしこれもロングやからこうズドンってなると思うんですけど、これをこの前を結んであげます。ちょっと肩を落としてあげるとさっきと比べてかなりカジュアルになりました。こんな感じ。これだとこのね二の腕周りも隠れるし、かつね結構この上の部分で結ぶことによってこれもすごく足が長く見えるので、こういうコーデおすすめです。あとねこれがね何よりこう結構透け感のある生地のサラッとしたやつやから、そんなに重ねても重ねても暑苦しくないかなとは思います。さっきみたいにシャツ下ろすんやったらベルトつけてあげるとかスカーフをつけてあげてもまたねちょっと変わったコーデができるんじゃないかなと思います。なんかさ全然さこれだけで着てる時と上に何かをつけてあげるだけですっごい雰囲気が変わるからマジでおすすめです。じゃあ次はですねこれを開けていきたいと思います。チェンジ。はい、こんな感じで今度は開けて着てみました。中にねこういうレースのタンクトップを入れて今回は合わせてみました。でこういうコーデする時のポイントなんですけど、結構ね爽やかな感じになるので、下はあえてね私はこういうちょっと抜け感のあるバレーシューズを合わせております。これはね H&M のでカラーもベージュやからめっちゃねこの夏涼しげに使うことができます。こういう中にちょっと色物のタンクトップを入れてあげるだけですごくね大人らしい女性らしい感じのコーデになります。やっぱりね止めて着てあげるより開けてあげてる時の方がこう大人らしい感じのコーデになりますね。すごい夏っぽくなりました。じゃあこれをですね、じゃあ例えばボトムスを変えてみたいと思います。はい、ボトムス変えてみました。さっきと違ってねゆるっとしたこういうリブパンツに変えてみました。どう？デニムでね合わせてる時は結構なんやろ大人カジュアルっていう感じがしたんですけど、今回リブパンツでしかもこういうちょっとブラウン系のことを合わせることによってちょっとね可愛らしさ、そしてこうゆるっとしてるんやけどまた違うさっきとはちょっと違う系統のなんでいうこういう大人系大人っぽさが出るのではないでしょうか。でね、あとこういうリブパンツみたいなゆるっとしたシルエットの時にこれもねかなり
こうふわっとゆるっとしてるので、ちょっとねこうわかるかな、ちょっとだけやっぱメリハリがね足りないなっていう時は、このさっきからずっと手に持ってたこのスカーフを使ってあげます。スカーフを使う時はこのトップス部分から 2,3 個ぐらい開けて、ちょうどこのウエストぐらいに来るあたりをこうね2個ぐらいまあ止めてあげて、スカーフを巻いてあげます。はい、どうでしょう。こうしたらね結構メリハリのあるコーデになりませんかね。うん、こんな感じね。ここね結構ゆるっと開けてあげることによって、ほらなんやろ、こう抜け感がありつつ女性らしさっていうものが出てくるのではないでしょうか。でね、このチュニックちょっとねこう肩を落としてあげると、このね腕周りまで若干隠れるから、気になる人はちょっと引っ張ってあげて、こんな感じでほら着てあげるとちょっとねこの辺が落ちます。こんな感じでございます。はい、ということですね、いかがだったでしょうか。これが私の自由で買ったチュニックの着回しでした。マジでこれほんまにセールでめっちゃ安くゲットしたのに、こんなにもたくさんの着方があるんやなと思って、私的にも結構新発見でございました。このねチュニックはマジでもう一番夏らしさが出るんじゃないかなって思うので、よかったら皆さんも参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、ウェアもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。